オーシャンズキックボクシングルール55キロ契約、尾崎海進対めぐみの試合です。金髪赤のパンツが尾崎海進、身長174センチ、クライムジム所属の18歳です。対して青のグローブ白のパンツがめぐみ、身長170センチ、ビギニング所属の25歳です。戦績では尾崎海進が4戦1勝3敗、めぐみが6戦1分け5敗、めぐみにはまだ勝利がありません。共にオーソドックススタイル、積極的にパンチを打ち合う両者です。白のパンツめぐみは相手が近い距離を嫌がりそうなので距離を詰めて戦いたい、ジャブを打ちつつ相手の動きを牽制すると話していました。一方の尾崎も積極的に前に出て相手にプレッシャーを感じさせていきたいと話しています。ですので両者近い距離での打ち合いということも想定しながらのこの試合です。いいミドルが入りました。めぐみがこのあたり相手の動きを牽制しています。キックボクシングルールですので組んでから一度攻撃が許されています。見事なパンチ決まった。 KO です。 KO 勝ち。クライムジム所属18歳、見事な KO 勝ちです。1分29秒、ノックアウトで赤コーナー。先ほどのシーンです。右のハイキックの後右のパンチで相手の顔が上がりました。その後めぐみ少し大丈夫だったんですが足から崩れ落ちていきました。左手のガードが下がっているところをうまく捉えていった尾崎海進です。今回先生や友達いろんな応援してくれた人たちのおかげでこうして試合ができて勝つことができました。これからも努力して勝ち続けていくんで応援お願いします。今日はありがとうございました。今年社会人1年目18歳、尾崎海進見事な KO 勝ちでした。